日の特集です。今日は島津亜矢さんを特集します。演歌の申し子と言われている島津亜矢さんの歌声を今日はたっぷり味わってくださいね。まずデビュー以来30万枚の大ヒットとなった曲です。島津亜矢さんで愛染かつらをもう一度。島津亜矢さんで愛染かつらをもう一度でした。島津さんは少女時代といってももう6歳の時にはすでに100を超えるグランプリを手にしていたといいます。地元の熊本県のテレビ関係者はまさに天才少女でしたよと絶賛しています。
10年に一人の逸材という期待の中で、14歳でふるさとを離れて作詞家の星野哲郎さんに弟子入りをしました。その後ヒット曲にも恵まれ、第52回 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。では曲に行きましょう。その紅白出場となった感謝状、母へのメッセージ、お聞きください。一人だけの時、誰もいない時、そっと小声で呼ぶのです。お母さん、お母さん。呼んでいるうちに口の中が甘く切なくなるのです。お母さん、お母さん。後になり先になり、
島津亜矢さんで感謝状母へのメッセージをお届けしました。島津さんは作曲家の、高木藤六さん、この方が生前の頃末恐ろしいと言わしめたんですね。まあその後 NHK のオーディション最高得点で、合格された時に藤山一郎さんを日本の演歌の財産だとうならせたそうです。まあ、その後着実に実力をつけまして新たな挑戦へと大海原をまっしぐらに、本当に大変な活躍ぶりです。私個人的ですが彼女の歌を聞き終えた時の満足感もう最高なんですよね。さあでは締めくくりの曲です。島津亜矢さんで大器晩成。流れる夢
見つける。